皆様こんにちは。画家でアーティストの中林佳穂です。とですね。今日はあの今度5月に個展をするんですけれども、それのお知らせをさせていただきます。と、えー、ですね。今、私は群馬県に住んでるんですけれども。群馬県前橋市の上、新田町というところにあるギャラリーアート館さんというギャラリーでえっ、ー、とギャラリーの企画で、えー、去年と一昨年も。 開催していただいたただんですが去年も何とか開催できてちょっと延期したりあったんですけれどもで今年も5月に開催をしていただけるということになりましたちょっと、えー、変化の多い社会情勢ではあるんですけれども換気とか消毒とかに気をつけて、えー、開催予定ですのでお知らせをさせていただきます。で概要がこんな感じで ございましてえっと5月の15日から23日になります18日は定休日でお休みになりますはい <laughs> ちゃんと確認しました基本的には毎日ガローにいる予定なんですけれども、えー、そうですね子供の迎えとかあったりとか何かある場合もゼロではないのでえっとはい 私の知り合いの方であればちょっとメッセージ一言 Facebook なりに入れていただけると助かりますでもちろん飛び込み関係でございますちょっと北関東なので東京方面の方は難しい方もいるかなでも来てくださる方もいらっしゃるのではい、ぜひ、えー、その場合はいろいろ気をつけながらもお待ちしておりますで今回はライツオブクリスタルズということでクリスタル まあ、結晶水晶とかそういうものですね鉱物の光ということで、えー、と去年のコロナ禍の自粛中に、えー、ちょっと私偏頭痛が起こったりとかしてたんですけれどもその時に久しぶりに、あのーえー、ラリマーっていうね、まあ、いわゆるパワーストーン的な石があるんですけどまあうんパワーストーンっていう言い方はちょっとあんまりどうかなって思う部分もあるんですけど えと,まあ、とってもさ持ってて癒される石でそれを昔お友達が石屋さんをしてる方がいて持った時に感じたのを思い出して、えー、と久しぶりに買ってみたらすごい手筒がまあな治ったりとかして腕は出つけていたら。でそっからなんかこう自分がもともといろんなものに敏感な方ではあるんですけれどもこうそういうこう。 この絵はアメジストっていう紫の石なんですけどもそういう石それぞれの持つあのエネルギーみたいな走ってるものとかに対してこう結構敏感に感じ取れるような感じになってきてそれで、えっと、ちょっと面白いなと思っていろいろ石が集まってきたりとかして<え>まあそっからあの自分が感じ取ったりとか、うん、しているものとかんだろうなそういうものを持つことによって自分が感じることとかまあ 広く広く言えば人と対話する時にも自分の内から何か感じてあの感情が出てきたりとかインスピレーション的な言葉が出てきたりとかあると思うんですけどそれからある景色を見てそれが換気されることもあると思うんですけどそれが今回はちょっとこうそういう石とか鉱物とかクリスタルたちをテーマにして描いてみたいなと思った次第です。で今のところあの完成してるのがこの d ムの絵のさっき。 違う動画でもも詳ししく解説していますけれどもアメジストっていう作品になりましてあとまあいろいろ準備中なんですけど、まあ、ルビーとかあのギベオンという隕石の中に含まれてる鉄とかよく <laughs> ネックレスでしてるんですけどもそういうのから私が感じ取ったこととか思い浮かべることとかうんそこから皆様にお伝えできること良いメッセージなんかを を込めててて描いいいみたいなと思っています自分でもこうどういうものになるかすごい楽しみだなと思っていますし、えっと、この DM の絵も原画とは違うんですけれどもすごく綺麗に印刷が出てたりとかして、まあ、これはこれでね あの画面で見たり紙で印刷で見たりっていうのもね作品の一つの展開された形だなと私は思っていますので、えー、他の作品もどういうものが生み出されていって皆様にどういうエネルギーがお届けできるのかなっていうのを、はい、そしてこう見ていただいて対話できるっていうことを楽しみにしております。えーはい、で古典ではもちろん販売もしておりますし、えっと、いろいろ質問があったら気軽に。あの 見るだけでも全然大丈夫ですしはい、気軽にお話しさせていただければ嬉しいなと思っておりますえー、皆様お待ちしておりますそれでは今日は短いですが個展の案内をさせていただきましたえっと、コメントのところにも概要、個展の開催概要は、えー、書いておく予定ですあとは Facebook だとかブログだとか、えー、Instagram なんかにも載せておきますのであと えっとギャラリーへのマップなども載せておきますので、えー、北関東近辺の方ですとか、まあ、他の地方からでも気をつけて、えー、いらっしゃってくださる方とかは、<laughs> あのぜひご覧になってみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録もしてくださったら嬉しいです。また作品が進捗してきたらあの。 えー、余裕がない時は撮れない時もあるんですけどなるべく制作過程もしくは完成した作品プラスコメントとか撮ってちょっと載せられたら YouTube にもアップできたらいいなと思っておりますではでは、えー、変化の多い社会情勢の折ですがアートが皆様の心に癒しと元気などをお届け できるものになればいいなと思って作品作り続けていきたいと思います皆様も良い一日をお過ごしください画家でアーティストの中林花宝でしたありがとうございました